第2テーブルは手玉をクッションさせ2つの的玉を落とす。わずかなズレが命取り。完全な失敗ショットもこのエフレンにかかりますと成功ショットになってしまうという、そのあたりが実力です。第2テーブル、イエス、完璧、イエス、完璧。続いて要求されるは引き玉のテクニック。角度がある青い球へ見事コントロールできるか。世界の最高峰、あの US オープンをアメリカ人以外のプレイヤーとして唯一制しているエフレン・レイズ。イエーイ、イエーイ、ここも一発、実力者。黄色を沈めた後、手玉は絶妙なスピンで見事青い球をポケットへ。